はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。先日ね、警察に行ってまいりました。警察署に行ってまいりました。警察署の生活安全課というところに行ってまいりましたけどもね、そこでちょっと質問してきました。どういったことかっていうと、我々 YouTuber とかブロガーとか、あとインフルエンサーの方とかね、そういった方々が、まあ、ちょっと知名度があって、その知名度を利用してフリマアプリ、ネットオークション、まあ、いろいろありますよね。メルカリとかヤフオクとかそういったものがありますけども、そういった活動をするときに古物商の届け出、これは必要なんですかと。まあ、古物商といえばね、私なんかカメラレビューよくやってますけども、例えばこのカメラ、中古カメラ、中古レンズなんてものはね、今盛況ですよね。いろんな製品がどんどん出てきて、みんな買い替えで売られていきます。そういった中古品がまたね、お得に買えたりするわけですよね。そういったものを売るとき、古物商の届け出っていうのは当然いるわけですよね。まあ、よく目を皿のようにして見てますと、古物商の届け出っていうのをね、出してらっしゃる方が、そういう出品者って結構見ますよね。これはもう僕もいるんじゃないかなと。まあ、厳密に言えばね、自分が不要になった、例えばこれが不要になったから売るとしましょう。ね、このレンズを売りたいなと。自分のレンズ、自分の所有物だから、それをフリマアプリとかネットオークションに出すだけだったら、古物商の届け出は不要ですよね。普通に一アプリのユーザーとして、それをやるだけですからね。ただですよ、今ね、コロナ禍でちょっと経済的にも全般的にね、日本世界ダウンしてるじゃないですか。まあ、収入が減ってたりとかってね、売り上げが減ってたりとかっていろいろあるわけですけどもね、うちなんかこういったカメラとか、まあ、カメラはせいぜい十何台しかないけども、レンズとかって、ね、相当ありますよ。3桁本ぐらいありますね。そう、3桁本ぐらい、仮にですよ、仮に中古買取店に売るとすると、いいですか、中古の買取店、中古カメラ店ですね、中古カメラ店なんかに売ったりすると、やっぱりね、買った時の半額以下とかでの買取だったりするわけですよ。まあ、これまで楽しんだからいいかなっていう部分はあるでしょうけども、まあ、それがね、5万円で買ったものが2万円になってるんだったら、まあ、これまで楽しんだ分があるからなとかね、まあ、自分の中で言い訳はできます。まあ、10万円で買ったものが4、5万、3、4万でも、まあ許せるかな、これまでたくさんお世話になったから、まあ、人によってはこれまでたくさん稼がせてもらったからっていうのもあるでしょうけどもね、まあ、それぐらいだったら許せるかなと思うんですけども、ちょっと考えるのはね、まあ、うち例えばね、60万円のレンズとかあるわけですよ。いいですか、60万円のレンズですよ。60万円のレンズの買い取り価格が、一昨年買ったのに20万円だったりするわけです。6万円が2万円だったら、まだ許せるけど、同じ率で60万円が20万円になってると、ちょっとなーって思いますよね。まあ、中古買取さんは商売ですからね、もう そうなってしまうのしょうがないんですよ。だけどまあ、それはそれでしょうがないですよ。だけど自分でもフリマアプリとかネットオークションとか使えば、それに近い値段でね、売れることがある。もっと高い値段で売れることがある。まあ、そこまで欲は出さないにしてもさ、60万が20万円はちょっとさすがにきついから、
せめて35万とか40万とかにはなんないのかねっていうね。そこを考えるとやっぱりフリマアプリとかネットオークションとかで売るのが、自分で売るのが正解なわけですね。でしかもさ、そういうのがさ5本も10本も出てきたらさ3桁万円ぐらい変わってくるわけでしょ。そしたらさ、自分でフリマ使ってやろうかなってなるよね。その時に、まあ今こういう時代だからね、まあ例えばまああんまりいい話ではないけども、商売を畳む人とかもいるだろうし、まあ、倒産しちゃう方とかもね、まあ見たことはあるんですよ。倒産しちゃって、自社商品をオークションにどんどん出していくって方も見たことあるんですよね、昔ね。まああまりそういうことは考えたくないですけどもね。まあそうなった時にですよ、そうなった時にこれを1本や2本不要品を売るっていうんじゃなくて、100本ぐらいごそっと100本ぐらいごそっと出品してしまうっていうことになった時に、これは商売に当たらないのかなと。これね、警察の方に聞いたらですね、全然規模は関係ないらしいです。規模は全く関係ない。何が問題になるかっていうと、仕入れ行為があるかどうか。古物商っていうのはそもそもがですね、他人から買い取るわけですよ。ごく一般の方からですね、問屋さんから卸してもらうじゃなくて、一般の方から買い取る、それが仕入れになるから、その時に盗難品とかがあると困るらしいんですね。まあ困りますよね。盗難品とかがあると困るから、古物商の許可をちゃんと取って、そういうところをチェックしたりするような、体制でやると。ということでね、規模は全く関係ない。今出品したいものが100や200あっても全然、自分の持ち物であれば、自分がお店で買ってきたものっていうのは全然 OK らしいですね。でなおかつですよ、私なんか YouTube やってますけども、ブロガーもやってましたけども、そういった知名度を生かして、今日これ出品します、買ってね、見てね、フリマアプリ見てね、オークション見てねってやるのは商売に当たるんじゃないのそれって、って聞いたら、一切関係ないと。そんなものはインフルエンサーの方が今日このカメラを出品しました、買ってねってやるのは全然問題ないと。まあ、さっきも言いました通り、盗難品を買い取ってきてやってるんだったら問題があるから、そういう個人から買い取って売る、そういう仕入れがあれば古物商の許可は必要だけども、自分がこれを電気屋さんとかで買ってきて、でもう使わないから使いたい人に売ってあげようかなっていうね、これが100や200あっても全然平気だし、知名度を生かしてこういうの出品しました、買ってねっていうのも全然 OK らしいです。ということでね、まあ一安心して始めるかっていうわけでもないんですけど、もうちょっと僕は手持ちのレンズとか楽しみたいからね。だけど、まあ困った時、もし困った時、あるいはもし飽きてしまった時でも、ごそっと出品して、Twitter とか YouTube とかインスタとかで買ってねって宣伝したりしても、全然届け出いらずでできちゃう。まあ、そういうお話でした。まあ、個別にね、いろいろ心配なことがある方は、当然、最寄りの警察署に行って、個別に相談してください。あくまでも今回ね、一般論として、聞いてきたまでですからね。個別のいろいろ心配事がある方は、ご自身で相談に行ってください。今回はね、まあ、そういうことで、メルカリとかヤフオクとか出すときにね、一つ心配がなくなりましたね。以上でございます。それでは。